雲心寺は、愛知県名古屋市厚田区岡白町三丁目にある、浄土州鎮税派の寺院。名古屋三大仏の一つである、阿弥陀如来像を本尊とする。解散者の近藤武兵が身内をなくして、山伏になった時に知り合った僧侶を迎え、原文4年に解散した。翌年には、現在の東海市から厚田の現在地に一部を残し、移転した。その時の寺院は、 現在も東海市に残っており、下新四国霊場の札所となっている。当初は慈悲三不問寺であり、現在の三号は地温院の末寺になってから解消をしている。明治維新までは檀家を持たぬ寺院であり、名古屋の著名人の寄進で運営されており、戦後には名古屋市の市観光協会の講演により、大名古屋十二市恵み当時の第七番霊場として、馬年市の守り本尊。 静止菩薩を安置している。本尊である阿弥陀如来像は江戸時代に京都の仏師山本茂助が作成し開眼した仏像である。着座をしているので大きくは見えないが実際には2メートル以上の大きさがある。それまでの本尊は体内仏として祀られている。この仏師を紹介したのは当時の建中時の住職であり、また名古屋の三大仏の一つとされ、 高生寺の第日如来像、栄国寺の阿弥陀如来像と並ぶ。戦中には、金属の提供により、梵鐘を失い、戦後には区画整理により敷地は縮小された。中に入ると、傘を覆った、工房大師の石像が微笑み、地蔵菩薩像と並び安置されている。境内の池は、心の地をかたどっており、傍らには付属の幼稚園が併設されている。ありがとうございます。